佐藤さん、今さっきおっしゃったように、その中国、潜在的な脅威じゃなくても、顕在化してる脅威だっていう、現実的な脅威です。現実的な脅威だとおっしゃってる。それだから、中国との交流っていうのは強化しないといけないし、中国語をみんな勉強しないといけないし、それから中国とのビジネスなんかどんどんやらないといけない。それで交流を強化することによって、中国についてよく知ることで、それで逆に、中国の脅威っていうのを少しでも減らしていくってことは重要なんですよ。それと同時にやはり防衛力の充実も重要。だから多面的、重層的な対中アプローチって必要なんですね。中国っていうのは中国自体が今何をやろうとしてるかわからないんです。予測不能性が高いから怖いんです。中国自体が分かってないってことですね。自分でやってることはよく分かってないんです。例えば簡単な話で、航空母艦今作ってるでしょ、はい、航空母艦って20年後には意味なくなるんですよ、うん、無人飛行機ができますから、無人戦闘機ができるようになると、なんで航空母艦作るかというと、有人で飛行機っていうのは操縦しないとならないと。そうすると人間はお手洗いにも行くし、ご飯食べないとならない、24時間飛びつけることはできないから、どっか遠くに行かないといけないわけですよね。無人飛行機が24時間でも48時間でも飛べるようになればいらないんですよ。そうすると航空母艦浮いたってただ沈められるだけの標的なんですよ。必要ないもんなんです。それどうして作ってるのか、あるいは主権衛さんのような人を捕まえて、学者さんですよ、国家機密なんか持ってない、何の意味があるのかと、なんでそういうことしてるのかよく分かってないんですよ。これが怖いんですよね。でもそういうその自分自身がどんな格好をしてるのかってあまりにも巨大すぎて分からない中国に対して、さっき佐藤さんがおっしゃった通り、民間レベルあるいは文化レベルでどんどん交流をして、よりこうお互いを知ろうという、まあ今度なんか22日かな、東華泉さんっていう、まあ日本にとっては唯一頼りになる向こうの大物ですよね。東華泉さんが中心になって中日友好のイベントをやろうじゃないかってことを言ってきてる。で、こういうパイプっていうのは大事にしなきゃいけないし、やっぱどっかで水面下でちゃんとこう動いてないといけないそうですからね。中国の中のどういう勢力があるかっていうことを具体的に見ることですよね。ですから中国の外交部、これは大切にしたらいいと思う。外交部、はい、日本の外務省に当たるところ。ところが、中国の中のやはり軍の一部、むしろ陸軍よりも新興勢力である海軍ですよね。それから、国家安全部っていう最近急速に力をつけている秘密警察。この辺の動きっていうのは、本当、注意しないといけないですし、あと中国の最大の問題は、政治と民意の間の回路が何もないんですよ。選挙によって選ばれてないですから。そうですね。そういう国だから、本当に怖さがあると。となると、民主主義的な手続きで政治指導部が選ばれている、韓国であるとか、ロシアである。これを味方につけないといけないんですよね。今現在韓国ちょっとあんまり関係良くないですけど、少し。いや、大変に良くないです。良くないですね。かなり良くないにしても、なんとかしようっていう動きが日本はもちろんですけど、韓国側からもあるし、で、今ロシアと日本は大きな問題今のところないですよね。北方領土問題ありますけども、この問題に関しては解決していこうって意欲は相互示してますからね。示してますよね。それから安倍総理が総理就任して以来、なんで東ヨーロッパなんかに行くのっていうと、東ヨーロッパの国々が意外と日本に対していい印象を持っている、そこの国を味方につけようという努力を今やってます。それやってます。それと同時に東ヨーロッパの国は EU には入ってるんですけども、ドイツの影響力拡大っていうことをやはり警戒してるんですよ。そうすると、そのバランスで日本なんかの力借りたいって思いあるわけですよね。ですから非常にそういった力の均衡とか、その遠くにある国とは仲良くしやすいですから、攻めてこないですから。お互い理解関係少ないですもんね。そういうことです。地政学的に見ても。ですから逆に、経済的な利害関係とか政治的な利害関係をつけることができるんですよね。こういう古典的な外交が蘇ってる感じしますね。